まった、来てしまったこの瞬間が thank you.
部で使ったけど、そうですか、そんな感じ。2つだけ、そう、エフカーブが電子音が入ってて、ストリングスも入ってたりして、ちょっと厳しいなっていうのがあるんですけど、それ以外は全部やり尽くして、そこは今、私のベースのケースの中に入ってるんですけど、使い古しましたね。コピーして、ひなこが、その紙を使い古しているのが正しいんだけど、この間やっとそれを見返して、そのフォックスキャプチャープランの演奏の際のアドバイスみたいなのが書いてあることに気づいて、何にも見てないやんって思ってたんですけど、ね、まあ、マネージャーがすごすぎるんですけど、ね、すごい印象に残ってて、フォックスキャプ、普段ミニコピーばっかりじゃないですか。そう、まあ、後で、あれです。衝動をやるときだけ、スコアここどうなってんのって永井さんが聞いてきたときがあって、そう、すごいそれが印象的で、うん、後にも先にもそれが、それだけやったなと思いながら、そうね。ね、そう、あそこだけ。うん、あれは、難しいです。ひなこの時代に。少しベースは意外と考えないですけど、そうでも難しいし、ね、バンドをやってて、大体何かしら、まあ、雰囲気で通るや合わせると、けど、ワルツとかも全然分からへんから、ずっと流して何回もやって、やっとできるようになってやるとか、小学生。そういう経験があまり他でしてないこともないですけど、この方が一番多かったなと思ってて、うん、ね、すごくだからこそ思い出も強くなってって、すごい思い出があったなと思いました。ナオトの顔としてずっとやってたみたいなんで、うん、すごい昨日お風呂入りながら思ってました。今まで出会うのかどうか、
さん泊まってもらって2人もすごい手がかけたなって思う。でも2人は温かく見守ってくれて、間違ってる時はちゃんとリズムとか教えてくれて本当に助かりました。井上さんが目指していたところとか目指していたボックスにどれくらい届きましたかね。まあ、正直このファックスで自分が 100% 出し切ったとしても、まあ、踏み返したりして自分が納得するものっていうのはやっぱり一度も作れることができなくて、まあ、それほど難しかったとも言えるし、まあ、自分の力不足だったとも言えます。でも2人と一緒にファックスできたことは私にとってすごく誇りで、この2人で一緒にできてよかったなって思います。本当にありがとうございました。急に内容を送ってびっくりしたと思うんだけど、でも、ね、引き受けてくれて、ちょっと断られるのが不安だったんだけど、引き受けてくれて、実際、ゲスってすごいピアノ難しくて、なんか、クラシック音楽みたいなピアノがあって、それを完璧に弾きこなしてて、あ、この子はやばいって気づいたんですよ、そこで。で、静大祭に行き、友果と話したときに、やっぱ、ひな子を入れたいなと思って、ひな子入れようって、僕が言って、そしたらいいと思いますって言ってくれたから、いいと思いますって言ってくれたから、そう、3人できるとしたら、ボックスキャプチャープランだなと思って、それで、今になっては、本当に、何、さっき言ってくれたことじゃないけど、なんだ、想像の上を置くピアノというか、本当に本当に、本当によ。目指してたものっていうか、そう、田沢くんの目に触れる場で、なんかすごい僕、あれなんですよ、音楽同好会が、なんか文化塔で他のサークルに見られるときに、音楽同好会がすごい思われたいっていうのが、もともと他のサークルに入ってたっていうのもあって、強いんですよ。だからそれに他のサークルの人も見てる中で、ボックスキャプチャープラン、ファックスキャプチャープランが操作演奏することによって、何他のサークルがすごいって言ってくれるんですよ、やっぱ。まあ、結構友達いっぱいいるんですけど、他のサークルに。言ってくれるんですよ。それ、ひな子のおかげなんだろう、本当に。だから、ピアノを高校の時にやってなかった。信じられなかったんだけど、そうやってるってすごい新しいこと。そうだから、すごい練習してるっていうのも話聞いてると分かるし、なんか毎回その大変な楽譜をコピーさせて申し訳ないなと思いつつ、でもちゃんと仕上げてくれる日の子のことは後輩だけど尊敬してるし、これはいい後輩のピアニストを持ったなと、幸せ者だなと思っております。しかもね、すごい話しやすいんですよ。いい話してくるんですね。なんか俺がボケたりしても結構ちゃんと笑ってくれるんで、すごい可愛い後輩です。Thank you.
として出演したファンブルコンファンブルコンやりますか次は4度目のコメントやりたいと思います。ファクスキャプスプランでした。ありがとうございました。
湘南の粒子でした。なんかそうで、てててててててのメロディーがね、なんかね最近練習の時来るようになってね、耐えられへんかった、ちょっといいよね、ね、いいっすよね。そうさっきからね、すごい楽しくて、うん、そう楽しみやっぱ音楽っていいなって思います、うん、すごいなんか、ね、すごいよね、音楽ってね、うん、音楽の力でもう泣ける、泣けるもんねその大好きな音楽でみんな二人と知り合ったし、さっきのみんなとも知り合ったし、うん、本当に音楽やってみようかなと思って、すごい今心変わり、ここまでためになりましたね。ためになりましたけど、ゆうちゃんの時もね、はい、もう行っちゃう、次行ってそうだね。ね、本当に何万曲見ました今まで。かな。ね、うん、数える気にもならないくらい気が。大変だからね。本当に大変でしょ。本当にそう。1年生入ってきた時にずっと初め長いやつが来ますけど、私に回って思わなかった。なんかずっと一緒に出てるのいるなって思ってた。思ってたよ。今回も一緒に出てるなって思わないけど、ね、だって、アナさん21番と付きましょう。私が22か、22そう超えたから、そうか、私は18、そう、18番と出てるって言うけど3年生やんな、私みたいな思いながら言うんですけど、ね、アナさんと最初にバンド君がいつやっけって思うけど、やっぱ夏美人君が、そう、新キャベツが最初なんですけど、うん、その時にはこんなに組むなんて想像してなかったな。全然想像してなかった。そう、多分なんか背の高い子がいるな。感想言うのね。で、絶対1年生の時の私に教えたら信じられるなんて言うやろうなっていう気もしますけど、うん、っていうぐらい倍本当に組んでいっぱい高くしてもらったなっていうのはすごい思うんですけど、でもなんかいろいろ振り返ってやっぱあれがきっかけやなと思うのは、白熊やなっていうのはすごい思いますね。うん、そう、大地さんいるなと思いながら。そう、僕がね、関東の宿で、その同意飲み会の時に、うんね、そう、インストスキーみたいな、そう、あ、じゃあ白熊、聞いてよって、やろうよって。やりてぇ。合宿してたっけ？いや、来てないです。からね、もうね、YouTube とかあさるんですけど、それで、ね、気に入った曲があると、いつも転送したんですよ、ね。そう。名前検索、木村君と送信と。で、大概私もドンピシャでハマるね、ほんまにここまで曲の趣味が合う人。ね、どうでもこれからも絶対いいよと思うぐらい、ね、トライフォースの後にも言いましたけど、インスト好きでね、喋って、インストやりたいって言って、あれなんですけど、ね、インストで組んだバンドはなんか数少ないですけど、それもすごい思い入れが強くて、やっぱり、うん。で、奈良さんがインスト大好きやから、今回、お取りいただいて、本当にありがたいんですけど。そういつものね、たぶん寝る前はそう歌でみんなで泣いて大号泣して終わるっていうのが、私の1年の時の私はそうだから、そのイメージがついてるけど、でも、長谷さんが4年生でいて、長谷さんの居出しでインストで最後締めくくれるっていうのが個人的にすっごく嬉しくて、そう、いつもとは違う形になるんやろうけど、でも、それがすごい嬉しいなっていうのを。で、もう一個嬉しかったのが、なんか第1歳ぐらいかな、から追い出しの話をしゃべるじゃないですか、結構。で、その上で、なんか、何の時やったかって、桃花となんか話してた時に、鳥何になるんやと思うみたいな話をしたんやけど、で、桃花が普通にエパクシじゃないんですかって言ってくれたことがあって、あ、そう思ってもらえるバンドで入れてるんやなっていうのが、すごく、些細なあれ。
すごく印象に残っててすごく嬉しいなと思います。本当に野上さんにはもう語り出したらマジ止まらへん、うん、なと思いながら思いましたね。ね、ライブ見てるときも一緒にやらないけどね。いっぱいバンド来るのね。ね。自分も楽しかったな。うん、すごいね。いいオファーするんですよ。うん、しっくりくる。嬉しいな。これ以上ないなっていう。速度がね、早すぎなんですよ。本当にいないですよ、こちらの。3年目で。小学校の時に、静大祭ライブを見に行って、姉ちゃんの見に行って、もっとかっこいいな、もっと入りたいから、ドラム頑張ろうって、中学のドラムを本気でやりまして、そこから、で、念願だったんですけど、入るのが結構。うん、で、見分して入ってたんですけど、やっぱ、元の方が楽しくて、残って、でもインストやりたくて、元に入って。ずっと目標にしてたのも、本当の生活が終わるんだなと思うと、しんどいですね。どうかは、僕が2年の時から、ずっとお世話になってるし、大体、取材会の願いとか、決めた時もいつも相談してたし、何でも相談するようになっちゃって。もう本当になんか腐れ縁みたいなのでしたって外部でも踊りましたし、そうそうそう、踊ったぞ、そう、ほんまにほんまに嬉しかったし、ほんまにあれも感動だと思った、なんかそんなもんね、ほんまに弱いわI'm going to go to the next one.
すごい嬉しかった。一番一緒に番組が後輩として言えることを本当に誇りに思ってます私は。本当に先輩良かったと思います。そう、森先君の嬉しさでしょ。でもね、その後輩と組んでるじゃない。その時に後輩にこう、トトが教えたり、まあ、そのいろんなものをね、いろいろあるじゃんね、まあ、その後輩とだけ組んでるの、同期と後輩しかいない、見てると、なんかトトがもこういう風になってきたのかなと思って、なんか1年の時はその全然、今とは全然また違うし、俺は結構、この曲できたら、もっとなんか一番良くなるよとか。さあ、育ててきたそれやんねんけど、それがね、後輩にも伝える場になったんだなって、時代が変わってくるんだなって思って、デックスがお風呂とかでずっと考えてたんだ。すごいなぁ、うまくできてるなぁ、だから、これから教えてもらったことを後輩に引き継いでください。守ってるんで。最初にやった曲をやるというんだけど、よく考えてみたら、第3の時も最後にやってたのありました。